アナリン、マッコードアナリン・マッコードは、アメリカ合衆国の女優。1987年7月16日に、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタに生まれる。牧師を父に持ち、2002年のザ・ミドル・オブ・ノー・ウェアで、女優デビュー。他の映画作品では、トランスポーターにで早くを演じた後、デイ・オブ・ザ・デッドに出演。これまで、主に TV 出演が多く、アグリベティア、 CSI、マイアミなどでゲスト出演を重ね、ソープドラマ、アメリカンエアレスでレギュラー出演。とりわけ十数話にわたってゲスト出演した、ニップ、タック、ハリウッド整形外科一での狡猾な悪女キャラクターが強い印象を残す。8年には日本でも大ヒットした TV シリーズ、ビバリーヒルズ高校、青春白書のリメイクとなる。 シンビバリーヒルズ青春白書でレギュラーのナオミ役を獲得した。プライベートでは様々なチャリティー活動へ積極的に参加している。壮絶な過去を持ち小さい頃は親から虐待を受けており、18歳の時はある夜に友人を家に招待し寝ている時にレープ被害を受けたことがある。そのことを2014年に米紙コスモポリタンにエッセイを寄せ、 カミングアウトした。ありがとうございます。